日本の潜水艦は世界でもトップクラスだと謳われているんだ。潜水艦に必要な静粛性の潜水深度もなかなかのものだからな。比較三原則によって原子力潜水艦が作れないことを差し引いても、ここっていいレベルだよな。俺たちはまだ本気じゃないぜって感じがまたかっこいいよね。本気を出さないんじゃなくて制限されて出せないっていうのが正しいんだけどね。今回はそんな日本の潜水艦横流について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年3月、海上自衛隊の最新鋭双流型潜水艦の11番艦横流が、広島県の呉基地に実戦配備されることになったんだって。横流は呉を母港として、広大な日本の領海の防衛に当たることとになるよ。横流ってどんな潜水艦なの？それじゃあ補足として、横流のデータを紹介するよ。潜水艦のサイズを表す基準排水量は2950トン、水中排水量は4200トン、長さ84メートル、幅 9.1 メートルとなっているね。これは通常動力型潜水艦の中でも、世界最大規模と言えるほどなんだぜ。エンジンだけど、双流型では10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛蓄電池の推進方式だったんだ。横流も双流型だけど、スターリングエンジンを止めて、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池併用方式に変更しているよ。従来に比べて、かなり大幅に変更されたということなんだね。うん、興味深いのは横流のスピードなんだ。航行地では水上13ノット、水中20ノットということだから、推進機関を大幅に変更したのにもかかわらず、数値を見る限りでは10番艦までの先輩艦とあまり違いが見られないんだ。これなら変えなくてもよかったんじゃと思ってしまうんだけど、そういう思うのも仕方ないが、元々の前提が違うんだよな。というのは、現在の日本の潜水艦の位置づけというのは最重要軍事機密に該当するものに間違いない。つまり、国の防衛に関わることだから、性能を簡単に推測されてしまうような正しい数値を公表することは絶対ありえないというのが事実なんだよ。確かに事実をそのまま公表してたら、敵に情報を与えるようなものだもんね。そうそう。例えば、水中速度と連続潜航可能時間の正確な数値が明らかとなれば、この潜水艦の行動範囲が把握されてしまう恐れがあるんだ。だから、前述の横流の公表値も眉唾ものというわけだね。もちろん、最新鋭艦横流だけではなく、従来の双流型潜水艦についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能な深度等の情報は極秘事項だから、開示されることはないんだ。まさに極秘事項、秘中の秘扱いということが推測されるね。原子力推進型潜水艦なら、機関部分だけを見ると理論上は無限に連続して航行できるだろうと思われるよ。出力も強力なので、水中速力も30ノットに達するだろうと見られているようだね。そうなの？すごいね。ああ、だけどこれはあくまで理論上の数値なんだ。永遠に航行できる潜水艦といっても、現実的問題として乗組員がいるからな。彼らが艦内で生活するための食料や物資の供給は欠かせないものだし、それをどうするかという問題がある。そうそう、また人間が潜水艦という狭い艦内に閉じ込められる缶詰状態になるという状況に耐え抜く精神面の問題も考えなくてはならないんだよね。そう考えるとやはり、リミットは存在するってこと。確かにどんなに訓練を積んだ乗組員でも、ずっと艦内で生活するわけにはいかないもんね。どんなに潜水艦が優れていても、結局操縦するのは人間なんだし。そうだね。それじゃあ横流に話を戻すよ。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用した点を考えると、先輩艦の10番艦までと同じ水中スピードとは考えられないよね。ちなみに長期ではなく瞬間的だが、原子力推進型に負けないほどのパワーがあるのではないかと思われているぜ。うんうん、となると、すべての潜水艦が原子力推進型であるアメリカやイギリスなどが軍事力においては絶対的な優位に立っていることは明白だよね。経費や耐用年数後の廃棄処分などの手間を無視すれば、原子力推進型に太刀打ちできる機関は今現在存在しないのではないかと思うよ。原子力推進型というのは、簡単に言うとほぼ無限のエネルギーを発生させることができる機関なんだ。すべての物質は原子と分子から成り立っているわけだから、原子の材料は無限上にあると言っていいよな。ちょっとオーバーな例えになるが、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関のようなものと考えてみるといいかもな。つまり、エヴァンゲリオン人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関で、これがあるために使徒は半永久的に活動できるという設定になっているわけだ。アムロ、行きます。それはガンダムだな。逃げちゃダメだ。そうそう、それがエヴァンゲリオンだな。
さて、潜水艦の性能に関しての最大ポイントは最大潜航深度と言われているんだ。原子力推進型、通常動力型のどちらかを問わずこの潜水艦がどれだけ深く水中に潜れるのかの深さによって、敵が備えているソナーに捉えられずに済む可能性が高くなると言えるよ。深度に対応して標的を絞ったソナーの使用しかできないわけだから、それを逆手にとって自分たちを有利に持ち込む作戦だね。こうなると、自分の艦の位置を敵に知られることなく、相手だけを一方的に叩くことができると期待されるんだ。実際には、攻撃まで行わなくても、レーダーなどに捕捉が難しい潜水艦が海中にいる可能性があることを知らせるだけで、敵の水上艦艇の行動をかなり制限させることができるだろうね。また敵がどこにいるのか探らなくてはという策的行動についても、敵の戦力を分散させる効果があると考えられます。確かに敵がどこにいるかわからない上に自分の位置が捕捉されていることほど怖いことはないもんね。一説だけど OU は、船体に使用されている素材の強度から推定すれば、600メートル以上の深さへ潜航できるとも言われているそうだよ。中国海軍潜水艦が約300メートルということだから、比較すると倍以上の数値になるし、有利だと思われるね。とはいえ、実際にラスカイ太平洋とは違って日本の周りの東シナ海や南シナ海などは水深が浅いんだよな。中国からも近い距離にあるこちらの海域が中国海軍と対決する主戦場へと推定すると、OU はオーバースペックではないかという指摘もあるようだぜ。つまり OU をここらの海で使うのはもったいないということ?多分な、素人考えだが。使うべき時に使わなければ宝の持ち腐れと感じてしまうよな。日本の潜水艦に関しては、潜航深度以外にも高いレベルにあると評判なのが静粛性だよ。日本には比較三原則の縛りがあり原潜はない通常動力型潜水艦しかないのですが、原子力推進型よりも構造的に優れている部分をギリギリまで突き詰めた結果として驚くべき秘匿性を備えた潜水艦となったんだ。つまり、潜水艦の動力を等極限まで低下させたおかげで、敵のソナーにも引っかかることなく、行動するようになったというわけだね。まるで海中の忍者だね。日本らしいや。これと前述の2018年1月の事件を比べてみようか。尖閣諸島沖を潜航していた中国の原潜が航空、海上自衛隊に追跡され、諦めて海上に浮上した事件だよ。空自、海自の執拗な追尾を受けて、文字通り白旗を上げざるを得なかったよね。逆に言えば、追跡されるまで日本の潜水艦に気がつかなかったということだから、その優秀性が証明されたことにもなるよね。通常動力型潜水艦としてはドイツの214型潜水艦、自国使用型潜水艦などが多くの国に輸出されていると聞くけど、その多くに騒音トラブルが発生しているということも事実なんだ。これらを鑑みても、潜水艦の必須項目である静粛性については、日本製が世界トップであると考えても間違いではないんじゃないかな?それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。